きた見た感想を皆さんにお届けしたいなと思います。なので今日は皆さんにね、この4つお伝えしたいなと思います。どうも皆さん、こんにちは。歯科医師の大沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも興味を持っていただけるよう、現役歯科医が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで今日なんですけど、はい、以前ですね、以前、まあもう1ヶ月ぐらい前ですか、よっちゃん先生、谷口先生ですね、ボトックスセミナーの動画お届けさせていただいたと思うんですが、ありますね、あのおっぱい先生ですね、おっぱい先生、はい、おっぱい先生ね、あ、そうなんですよ、あのね、ちょっとおっぱいね、はい、大きい方が、大きい方がね、いらっしゃるんですけど、その方と一緒にね、僕が主催させてもらったセミナーがね、ボトックスを後期に打つという実習を兼ねたセミナーをですね、主催させていただいたんですけど、なんと大盛況でございまして、はい、なんとですね、次回も開催が決定いたしました。すごいですね、あれ確か大沢さん主催ですよね。そうなんですよね、もうすごいな、もうなんかね、インスタグラムにね、もういつやるんだいつやるんだってね、もう先生方からめちゃくちゃ来るの、でね、もうやった先生方もうめちゃくちゃ満足してくださって、アドバンスコースあったらぜひ教えてくださいみたいな感じでね来るので、あ、結構やってよかったなと思います。はい、でその中で総合実習あったじゃないですか、お互いに打つ実習ですね。ああ、ありましたね、はい、まあ、まだ動画ね見ていただいてない方ね、見ていただきたいと思うんですけど、やっぱり自分でも体験しないといけないよねっていうことで、まあお互いね、打ったりだとか打たれたりっていうねことをやらせてもらったんですけど、もちろん僕も打ちました。でボトックス初めてやりました。でもですね、僕も実はですね、僕ね後期結構ねグッと噛んだ時にね発達してたんですよ。はい、発達してるといいんですかね。ダメですね、歯に関してはダメなんですよ。やっぱり噛む力が強いと歯がダメになりやすいですよね。特にかぶせ物が入ってたり、神経治療をした後とかですね、あとはもう神経も取って歯を抜かないといけないようになったケース、そしてインプラントを入れたっていうケースね、そういう場合はですね、インプラントってね、前も説明させてもらったんですけど、横揺れに弱いんですよ。ぐわっと首絞まった時、この横揺れをね、横揺れをできるだけ与えたくないんですよ。まあ噛む力が強ければインプラントがやっぱりダメになりやすいんですよね。うん、なので噛む力っていうのはある程度抑えたいんですよね。はい、ボトックスっていうのはその噛む力を弱くする効果があるんですか。そうです、筋肉の働きを弱くする力があります。なので結構今ですね、マウスピースだけでは厳しいっていう場合があるんですよね。なのでやっぱりこうボトックスの力を借りようということで今学びたいっていう先生が多いんですよね。なるほどね、はい、で僕も実際打たせてもらいました。今日はですね、実際に打って今ちょうど1ヶ月弱ですね経ったので効果が現れるという時期になります。そんなにボトックスの効果ってあるんですか。セミナーの時にもよっちゃん先生言ってたんですけど、だいたい打ってから 2,3 週間目が一番効き目が現れるらしいんですよ。今日は1週間弱経ったので結構ね効果が現れたので、打ってみた感想を皆さんにお届けしたいなと思います。自分で変わったことに関しては4つぐらいあるので。なるほど、もう変わった実感がある。ありますありますあります。なので今日は皆さんにね、この4つお伝えしたいなと思います。後期が張らなくなりました。張ってるなって感じる時ってあるんですか。逆にある、なんか例えば張ってるなっていうか、グッと噛んだ時に、自分で噛んでみて、皆さんもやってみてください。グッと噛んだ時膨らみません。膨らみます、膨らみます。膨らむでしょ。もうね、この膨らみがね前よりね全然少なくなった。へえ。っていうことは歯ぎしりとかもあんまなくなるってことなんですか。ね、そう、歯ぎしりとかも夜ねあんまししてないんじゃないかなっていう感じ。なるほどね。朝のね顎のだるさがなくなった。あ、そんなに違うんですね。違う。で無意識のうちに噛んじゃうじゃん、やっぱり寝てる時って。はい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 。だからそれは止められないから、みんなマウスピースとかでやったりするんだけど、僕ねそこまで、まあ歯もすり減ってないから強くない方だと思うんだけど、やっぱりちょっと疲れたなっていう時はあったんだよね。うん、でも最近ねそれない。これに伴ってですね、肩こりがなくなったんですよ。肩こり、やっぱりね僕結構肩凝るタイプだったんですよ。やっぱりこう
治療するんでね、こうなっちゃうじゃないですか。なので歯科医師って結構あの肩こりがすごい方っていらっしゃるんですよ。なので結構みんな整体行ったりとかね、あのほぐしてもらったりとか電気流したりしてるんですけど、肩こりがなくなったんですよ。確かに顎の力って結構肩とか凝りやすいかもしれないですね、うん、そう、顎からここが凝って首、そして肩に行くそうなんですね。グッと噛んじゃうことが続いてると肩にまで来るらしいんですよ。だからそれがねちょっとなくなった。へー、だからね整体ねここ1ヶ月行ってないもんね。これ実際にじゃあ患者さんにじゃなくて歯医者さんにもこれはもう使えることですよね。まあそれいいと思いますよ。やっぱり歯医者で肩凝ってる人多いですから、それが食いしばりから来てる場合があるのであればやっぱり打ってもいいと思いますよ。これね顔ちょっと小さくなりましたね。やっぱり確かにちょっとなんか筋トレしてるからかなと思ったんですけど、違うんですよ違うんですよ、痩せたとかじゃないんですよ。この張りが少しやっぱり減ったんですね。まあ、歯の治療的に歯ぎしりがひどい人とかが、うん、まあそれを予防するためにあのボトックス打ちます、うん、プラス小顔になります、うん、だったら全然 OK かなと思います。そうだね、だから僕らは強く見えないけどね、あの顔小さくなるのでやりましょうよとは言えない。あくまでも僕らがやる目的は噛む力を弱めるためだから、結果的に顔は小さくなる。これは絶対なると思う。これ言っちゃいけないですか、歯医者さん。めっちゃグレーだと思うね。なるほど。でもよっちゃん先生に聞いたんですけど、あの美容目的の弁護士さん的には OK らしいですよ。あ OK なんですね、うん、全然いいらしいです。なるほど、まあ、法律的には OK だけど、うん、やっぱりまだ知識が浅い方が多いよね。ボトックスやってる方がいないからね、あんまり。だから皆さん今、特に若い先生とかは一生懸命勉強されてる方が増えてきたんじゃないかな。まあ確かに、でも美容外科の方に顔小さくなるって言われるのと、歯医者さんに顔小さくなるって言われるのちょっとまた意味合い違ってきますもんね。でしょ。でも日本ではそうだけど、海外では歯医者さんが打つことが多いらしいよ。あ、そうなんだ。だって考えてみてください、僕ら麻酔毎日打ってますからね。麻酔あっちの方が難しいですから、気をつけないといけない神経とかめちゃくちゃありますから打つとき。だからそういうの毎日やってるから、よっちゃん先生も言ってたけど、やっぱり歯医者さんみんな上手かったそうですよ。僕らも痛くないように麻酔打つときってゆっくり入れていくんだけど、それがもう手にね擦り込まれてるからゆっくり打つって、これはもう上手いらしい。なるほどね、まあ、注射のプロフェッショナルってことですよね。そうだよね、まあ、でもこれも大沢さんもねどんどん取り入れていくってことですか。ああ、もうそのセミナー終わってからはもう3人ぐらいの方にやらせていただいたかな、うん、そうじゃない、結構ね2週間ぐらいでやっぱりあ全然変わりますねっていう方が出てきてね。なるほどね、じゃあもう本当にいい治療なんですね。もう本当にいいと思いますね、うん、このね YouTube を見てくださってる方もね、歯科医院で、やってる方もいらっしゃるかもしれないので、まあそういうのがねだんだん増えていくとあいいのかなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。